はい、本日が12月17日月曜日、ただいまの時間が午後5時を回ったところです。はい、本日のお相手は私佐藤博之と制作部の安田です。よろしくお願いします。いやー寒いね。寒いですね。あと今年も半月で終わりですか。早いですね。なんか毎年毎年この時期はね、早い早いって言ってね、年明けてからまた新しいのが始まるんですけどね。どうですか最近は、はい、最近はどうですか。最近ですか。はい、最近ですね。走ってるという噂を聞いたんですけど。走りたいです、ね、走りたい。そう、ここ2年ぐらいずっと思ってるんですけど。なんでそれなりになんかマラソン大会かなんか出んの。いや、一回東京マラソンをテレビで見て、うん、あ、これ私も走りたいと思ったんですよ。ああああ、で、いいじゃない。めっちゃ舐めてたんですけど、私だったら多分42キロいけるだろうなと思って。どういうこと。何の根拠もなく。何やってたの。やってました。あ、何やってたの。水泳とバドミントンをやってまして。両方同時に。水泳先にやってからやめて、うん、バドミントン。そうそうそうです。多少は走れると思うんですけど、うん、ちょっとね、この年になると、うん、やっぱりちょっとこう、いろいろこう脂肪もついてくるじゃないですか。知らないよ、そんなことは。女性は特にね。あ、まあ、走りたいなって。じゃあ来年の、あれ東京マラソンの申し込み。うん。あ、来年のはもう無理か。来年のはもう終わってるんだね。そうですね、2月とかですもん、確かに。そうね、はい、そう、毎年俺も出たいんだけど、うん、必ず、なんだろうな、その仕事の関係上なかなか難しかったりして。倍率も高いですよね。そう、もういいのか。いいんだね。だから、そう、年明けの2月とかの予定っていうのが前の年に決まるのね、うん、6月とかに。だからそれを聞いた後に、うん、来年も東京も出れないなっつってで出れるけど4時間以内に走って、しかも昼本番みたいなね。あー、無理無理。だいたい日曜日だから東京マラソンって東京キャラメルボックス2時開演が多いでしょ。で、ね、はい、だから朝9時ぐらいから走って4時間ぐらいで走ってそれは絶対無理だなって。それは無理ですね。うん、だから毎年諦め、もう3回連続ぐらい諦めてて。そう、まだ走ってないんですよ。え、それ何、マラソン大会じゃあもう決めちゃえばいいんじゃないの、どっかに出るって。まあ、そうですね。いや、でも絶対、いや無理です。なんでなんで。だって長年ブランクがあると、うん、急に走るとまずいっていうよね。そう、まずいじゃない、うん、うん、で、近所でちょっと走ろうかなと思うと、うん、まず着るウェアがないじゃないですか。シューズもないじゃないですか。形から入るタイプ。そうです。あ、なるほどね。あ、じゃあもうこれ揃えなきゃみたいなところでもう2年止まってますね。もうさ、あれじゃない、もう12月だからさ、年明けとかにさ、そのなんだろう、どっかのさ、スポーツの福袋で全部揃えたいっぺんに、5000円ぐらいで。あー、まあ、ね、うん、で買いなよ。そうですね。そうですねって言ったよね。じゃあ来年の一発目楽しみにして福袋買ったかどうか。福袋じゃなくてもいいですよね。なんでもいいよ、別に。もう揃えて、あ、もう揃えて買う、走るっていう意気込みを、うん、はい、分かった。じゃあ年明けにもちょっと、じゃあ年明けにさ、持ってきて、こう広げて、こう、こういうの買いました。すごいのと、プレッシャー。いいじゃないですか。キャラメルボックスのほら劇団員まあまあちょこちょこ走ったりしてるから。そうここね、ちょっとマラソンコースもあるんだよ、このそばに。いやでも劇団員が走ってる。いやでもほら家が遠いじゃないですか、ここではないので。うんうんうん、まあ、家の近所で走りたいんだ。そう、もうそこも調べたんです私。え、マラソンコースを。そうです、ね、でここに公園があるから、うん、ここからこう走ればだいたい2キロぐらいになる。人流運動したりとか。そこで、でやらないの。2年経ちました。確か参考書買ってやらないタイプでしょ。買って満足して。ああ、そうですね。そうですね。一回でもやって、うん、無理だわと思ったら。来年楽しみだわ、年明け。どんなジャージをとシューズを買ってくるのかどうか楽しみですわ。そんなこんなで何からお伝えするかと言いますと、はい、こちらキャラメルボックス2012クリスマスツアーキャロリング、はい、こちらがですね、ただいま実際上演中でございまして、はい、12月25日火曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演中でございます、はい、今こちらはどんな状況でしょうか。はい、まず千秋楽がですね、うん、今まで予約を受け付けていたんですけれども順調に伸びまして、はい、一旦締め切らせていただいております。なるほど、はい、で扱いとしましては当日券か、はい、あと前日予約ですね、うん、前日予約でそこまでに出たキャンセルがありましたらお電話で取りますので、はい、はい、もう狙っている方は当日に前日ですね、一度キャラメルの方までお電話をください、うん、はい、はい、
他は大丈夫ですか？他は、はい、大丈夫です。で、やはりですね、土日がもう集中してどんどん伸びてきまして、22、23ですか？そうなんですよ、はい、連休に集中しているんですが、うん、もしいらっしゃるという方はもう土曜日の夜ですね、うん、22日の土曜日19時か24日、祝日ですね、うんうん、19時の会、クリスマスイブ、はい、ここでしたらまだ余裕がありますので、なるほど、はい、土日しかという方はちょっとここを狙って来てみてください。なるほど、ね、はい、今日はね、最後の休園日で、はい、そうなんですね、明日から怒涛のように続きます ね火曜日から火曜日までですよ、はい、最後にみんなヘトヘト体力をがっつり削られる公演が、はい、待っておりますけれども、平日はまだまだ大丈夫ですか？はい、そうですね、で水曜のお昼も大丈夫です、はい、で、あの先週もちょっとご案内させていただいたんですが、何でしょうか、平日限定でイベントをやっております。ほいほい、はい、感激ガイドと、うん、それからあの人からの手紙という2つのイベントを、うん、千秋楽を除く平日ステージ限定で行っておりますので、はい、はい、こちらもだから18から21まで、はい、そうですね、火、はい、水木金、感激ガイドは僕がやってます。はい、もう先週までは代わり番号でちょこちょこやったんですけど、はい、今週は全部僕がやりますので、ぜひ、はい、ぜひ、はい、見に行かせてください。なんか見たい方はいらっしゃっていただければ、はい、最初が感激ガイド、はい、終わった後にあの人からの手紙を、はい、やりますので、ね、はい、はい、よろしくお願いします。なんかもう残り1週間ですけれどもね、はい、なんかやっぱりね、いろんな人から好評いただいておりまして、うん、評判いいですね。評判いいよね、はい、だからやっぱり泣けるとかね、笑えるとか、そうそうそう、はい、有川博先生の作品が好きなので見に来たけれども、期待以上でしたとかいうのが多いんで、はい、なんかちょっとでも興味ある方は、はいはい、ぜひぜひ見ていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。続きまして、はい、こちらじゃん、キャラメルボックス、2013ハーフタイムシアター、はい、こちら隠し剣鬼の爪と盲目剣こだま返し、こちらがですね、東京公演が2月23日土曜日、から3月10日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で、大阪公演が3月14日木曜日から17日日曜日まで、サンケイホールブリーズでそれぞれ行われますと、はい、こちら前売り開始はそれぞれ12月23日日曜日午前10時からとなっておりますと、はい、いうことですね。はい、もう1週間切りそう、ね、ました。今日は17日から、はい、今週末というか来週頭というか、そうそうそう、始まりますよ、いよいよ始まりますね、ハーフタイムが。これね、ちょっと久々に試合機、日本立ては初めてで、100万ずつ以来、そうですね、うん、2011年の夏、そうだね、以来ですね。いやいや、ハーフタイムでやるのはなかなか大変でございますよ。ね、こんなので僕が今一番、心配してるのが、初参、時代劇初参加の梶本大輝くんですね。ある意味見どころで、メンバーの中で唯一剣振ったことないんじゃないかな。だって女性陣もほぼみんな振ってるから、うん、ね、カジモンは初ですね。着物自体も全く初、どうなんだろう、ね、キャラメルでは初めてじゃないですか、うん、客演とかでどっかでもしかしたら着てる可能性もあるけれども、それは聞いてないからな、うん、大丈夫かな人の心配してる場合じゃないんだけどそうそうそう、別チームなんでね、僕と梶本くんは、うんうん、そう、梶本くんが隠し、あ、盲目剣こだま返して、うん、僕は隠し剣鬼の爪ということで、読みました、そういえば。ぐっさい、あの声だけの方もいらっしゃいますから、あの、ぐって親指立ててもわからない人はわからないよ、全然。読みました、読みました、はい、おー、両方とも読みました、面白いですね、面白いね、はい、いや、よかったよかった、そうですか、はい、もう短いのでもうパパッと、そうそうそう、だから両方とも短編集だからね、そう、他の作品も結構面白くて、そう、面白いですね、だから結構なんだろうな、キャラメルボックス、お芝居にするとやっぱ映画化とかと同じで難しくて、うん、その、なんつうんだろうな、小説をやると全部はできないじゃない、はい、その、そうですね、どのエッセンスを削って2時間に収めるかとかあるんだけど、これ短編集だから、はい、だから意外とその結構凝縮して1時間に収められるかなと思って、うん、僕は期待してるんですけれども、はい、成井さんがどういう風に、ね、そうですね、演出するか、脚本が出来上がるかね、楽しみだよね、これもだから初めてだからな、本当にハーフタイムシアターで試合機やるの、うん、僕まあ毎年毎年ハーフタイムシアター結構出させていただいてるんですけども、ただでさえその入れ替えとか大変なのに、時代劇時代劇だよカツラとか着物とかもうね、いつも時代劇の時だって俺100万粒の時って1時間以上前から準備してたもん、頭作って着物着てっていうのをやるので、やっぱりすごい時間がかかるのね、やっぱカツラをかぶったりとかするのって、
それをさその1時間ずつでやらなきゃいけないからさ、うん、間がないわけじゃない、うんうん、いつもさその片方のチームがやってる時片方のチームは裏についてそのスタッフ作業とかやるんだけどさ、うんうん、それをカツラかぶりながらやんなきゃいけないからもういろいろ見せてそうやってみないやってみないとわからないっていう感じなんですけども、うん、こちらいよいよ今週末、はい、まあ、来週頭というか、はい、始まりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いしま す、はい、します続きましてこちらね、はい、こっちかなガンっつって、絵本演劇ユニットブーフーウール第2回公演俺たち友達その2こちらがですね、来年の1月10日木曜日から13日日曜日まで、うん、西荻窪にあります有空間ガザビーで行われます。キャラメルボックスから4人出ます。石川ひろみ、前田彩、水俊作、小林千恵で、そのうちに引き続き山田義信さんが出ていただいて声の出演で間宮くるみさんという声優の方が出てくださるということで、はい、楽しみでございますね。期待ですね。ね、この間間宮さんとたまたまお食事する機会がありまして、はい、お話ししたんですけどもなかなか面白い方でした。ご本人はそんなに何も面白いことないですけど、舞台もされてる方はどうなんでしょう。ちゃんとお話聞いてないですけれどもね、石川さんとね声のお仕事で一緒になったということで聞いてね、うん、それでお話聞いたんですけどちょっとねなんか、まあ、天然さんがとかとか僕が言うのもあれですけど年上の方に言うのもなんですけれどもそんな感じの方でねすごい絵本の世界に合ってるかなと思いますので、ね、前回が楽しかった方はぜひぜひこちらの方よろしくお願いします、はい、あ、こちらはね子供が3歳から、はい、入れます。3歳から12歳までは1200円で入れますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。続いてこちら、スカイロケット第1回公演旅猫リポート、はい、こちらはですねキャラメルボックスから何人出るんだ、坂口玲、岡田さつき、うん、菅野義和、石原慶信、うん、前田や阿部常治、石井細見さんの名前呼びさせて元劇で元ですね。であとだから他に細見大輔さんとあと大原健二さんっていって、うん、元はあそこだなんだ出てこない思い出した出てきたらいいよ、はい、の劇団の方でやっててますね、はい、こちらがですね来年の4月3日水曜日から4月7日日曜日まで紀伊国屋サザンシアターで行われますと。前売り開始が2月1日金曜日午前10時からとなっておりますと、はい、こちらも有川博先生がそうですね、そうですね演劇として上演することを前提として執筆しました、はい、旅猫リポート、はい、今ね本屋さんでもすごく並んでますね。並んでてね、うん、面白いらしいですよ。ランキングも1位だった、うん、でした。あの、ね、ブランチかな、ね、はい、それ舞台化するってすごいね、はい、ね、これぜひぜひよろしくお願いします、はい、あ、思い出した、劇団号シャトル劇団号の方は元いらっしゃった元劇団の方ですね。僕も一回一緒にやる予定だったんですけどね、諸事情によって亡くなったんですけど、この方が出てますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じでもうね冬も押し迫って、年末も押し迫ってきまして、なんかやること多くてね、はい、もうさっきも話してたんですけど、うん、最初の記憶がないねっていう、もう1月、2月、そうなんですよ。分かる分かる、そうだよね、はい、そんなのない、全然ないわ、ね、おみくじなんだったかも全く覚えてないもん。あ、覚えてないですね。引いた？ちゃんと引きます、毎年引きます。あ、本当？で、ちゃんと結んで帰るんですけども、うん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 、覚えてないよね。全く記憶ないですね。年間さ、結構やっぱ何回か引くからさ、どれがどうだか覚えてないんだよね一応読みますけど、うんうん、それをずっと覚えてるわけでもないじゃないですか。ないからね、そうそう、その場限りという。じゃあ来年は年明けちょっとお互いのおみくじを発表しましょうか。そうですね、ね、じゃあちょっとちゃんと覚えておかないと、はい、はい、というわけでお時間となりましたこちらの放送は来週月曜日には更新される予定です、はい、それでは皆さんまた来週、バッハハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。さてさて、はい、さっき言い忘れたんですけど、うん、こちらがありました。ゴーデンゴープラス、ただなおと案第2回発表会と、うん、発表会がありまして、はい、今年の初めにですねゴーという作品をやったんですけど、これは僕出てたんですけど、今回は僕じゃ出てません、うん、はい、でも総勢 1,2,3,4,5,6,7 名、うん、うち出演者6名でやるというね、はい、これがですね来年の4月4日木曜日から7日日曜日まで、キャラメルボックス稽古場スタジオニンバスで行われます。新中野にありますね、はい、こちらがですね前回は5人で5作品やって1回で全部見れたんですけど、うん、今回違います、なんと
ルート A とルート B がありまして、うん、各回4作品ずつ西川さんが書いてるやつだけ両方見られると、うん、綿菓子綿菓子、はい、これちょっと読みますね、誰だ何かかね、はい、梶本大輝がパブロフの犬、うん、これ相変わらず多分絶対関係ないですよ、芝居の内容とタイトルは前回お出口は左側ってその題名だけ考えて、そうですね、話がちょっと話は何一つ関係ないっていうね、確かに出口も何も考え出てこないしっていう話ただ、ただ直人さんは昆布の人たち、これおそらく多分あの北海道の話でしたね、前回もね髪切った時の話っていう、うん、まんま美容院の話だったんで、うん、これ絶対昆布北海道の話ですで原田キリさんがタイミングひらがなで、うん、これ多分ブラックビスケッツの曲、あ絶対ちげえよみんなで曲を一回踊って終わりみたいなんじゃまずいでしょさすがに、これタイミングだからさ、まあまあ、あれじゃないの、そのいわゆるそのスライディングドアみたいな話じゃない、あ分かってる今スライディングドア映画のですね、あ見てる、知ってますよ、グネスパートあれ面白くなかった、グネスパートもね、あれ面白かったね、うん、その満員電車に乗れるかみたいな、あれなんか2パターン、そうそうそう、ね、2パターンずっとやってて、結局どっちが良かったか覚えたいんだよな、乗った時と乗らなかった時、乗れなかった時っていうのであって、あ見ました見ました、あれ面白かったよね、うんうん、まあ多分それじゃないと思いますけど適当な予想ばっかりです、まあ、何かしらのタイミングです ね、小田直樹君はカロリーメイト、これはなんかあの食べ物っぽく見せて、多分その筋トレする仲間みたいなことなんじゃないかな、メイトが一緒に仲間みたいなこと違うかな、ね、多分筋肉をむき出しにしたら小田さんは多分上半身裸でいると思う、筒井さんがですね判決、これちょっと真面目っぽいですね、どんななんだろう、どっちなんだろうね、裁判なのかもっと壮大な地球に審判が下されるみたいな、人類のみたいな壮大ね、うん、でかいのをやるか、それからダジャレでなんか違うことやってるかついさんにちょっと読めますよね、はい、あと今回、まあ、客演というとあれですけど、うん、クロムモリブデンという劇団の、はい、金沢さんが出てくれたんですけども、ホワイトワンダーランド、何が何だかさっぱりわかりません、白い不思議な世界、うん、冬っぽいですけど、冬っぽいよね、4月だからね、なんだろう、ホワイトワンダーランド、ちょっと気になるけれども、全然予想がつかないですね。みんな白でやるんですか？みんな白、うん、照明さん嫌がりそうだね。うん、白って。だって暗転中出てきてもみんなバレちゃうよ、だって。白い服だと。見えちゃう。見えちゃう、全部見えちゃう。板つきできない服だから。布をこうかけて。黒い布で、パーって飛び出るんですそういう、そこういう不思議な世界かもしれないですね。西川さんがね、綿菓子。うん、これ綿菓子作るんじゃないですかね、実際に。西川さん、やりそうじゃん。おかーっつって。いや西川さん一応出演しないって書いてあるんですけど、うんうん、もしかしたら後ろの方で綿菓子作ってるおっさんかもしれないです喋らないけどずっとやってなんか大喜利っぽい芝居にしてなんかいい演技したら綿菓子あげるみたいなそういうことかもしれない、勝手な想像を始めてます僕の経験から言うと今の時点でこれ誰も書いてないんですよ多分、うん、僕も前回ジェンガっていうのを書いてやったんですけど、うん、その時はもう全然とりあえず題名出してくれと、うん、このフライヤーって言ってこういうねチラシみたいなの作るんで、うん、題名出してくれって言われたからジェンガにしようなんだっけな、たまたまその時テレビに映ってたかなんか見てジェンガと思って、ジェンガ出したで、そっからジェンガっぽい話にしようと思って、うん、その舞台中にも出したしっていう感じ、うん、あ出てましたね、出てました、そういう話にしたんでみんながどうするか楽しみですね、うん、どうですかこれなんかどれか見たいのありますよこの中で、いやでも綿菓子、ね、綿菓子やっぱ西川さんの、はい、そうね、どんなんだろうね、絶対面白い、ね、笑いが絶対入ってくるんじゃないかな、そうだね、だから前回もさほぼみんな笑いが入ってて、うん、そうですね、僕の時真面目にやったんですけどあと他の人は全員ほぼ真面目にね、うん、僕ね笑いとか苦手なんでね、はい、それはもう他の人に任せてて、これみんな多分みんな面白いですよ、みんなのギャグが入った、うん、勝手に言って大爆笑の連続のお話だと思いますのでぜひ、ね、ぜひぜひ皆さん来てください、はい、あこちら前売り返しが言ってなかったな、前売り返しが2月10日日曜日、12時から、はい、インターネット予約は2月10日日曜日、16時から書いてあります、来年の話です、はい、こちらもどうぞよろしくお願いいたします、はい、というわけで、はい、あっという間に GO の話したらお時間となってしまいました、あらあら、はい、早いですね、はい、皆さんも、寒いですから風邪などにはお気をつけください、あと1週間
キャラメルボックスはサンシャイン劇場でやってますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでお時間となりました。こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さん、また来週、さようなら。